ファミコン探偵クラブプレイ実況第10回、多分今回で最終回になると思われます。場所移動、怪しロケに行くんじゃないですか。怪しロケですね。多分土蔵に行くと思うんですよ。前蔵いた、お帰りなさいませ。あたりさん、何か分かりましたか。見せる鍵、私にはちょっと、あ、分かんねえのか。聞く、おう、お守り、やはり何のことやら見当もつ、あれ、何話せるの。母さんが、いえ、ゆりさんが屋敷を出るとき、菊さんから受け取ったもの、それがお守り袋だったんです。ではそのお守り袋が後継者の印だと。違うんです、後継者の印は屋敷の中にあるはずです。これで鍵か。後継者の印はこの鍵で開けることのできるある場所にきっとあります。私にはちょっと分かりかねますが、その場所というのは、入力します、ドン。あ絵をおっしゃった。それは土蔵の奥の扉の鍵なのですか。後継者の印はそこにあると。そうです、早速土蔵を開けてもらえますか。わかりました、参りましょう。ついにこの扉を開ける時が来た。扉の向こうには怪しろけの後継者の印が眠っているに違いない。この鍵で錠前外せば簡単に開くはずだ。あ、そういうことね。成行はあの鍵を取り出すと錠前に差し込んだ。ガチャ、鈍い音とともに錠前は外れた。あたりさん、私はここで待っております。くれぐれも気をつけてくださいませ。全然殺されるぞ。絶対これあれだからな、神田さん来るからな。神田、いや、アマチが来るぞ。あ、もう完全にエンディングに入りますね、これ。真っ暗で何も見えない。あ、そうだ、善蔵さんが懐中電灯を貸してくれたんだ。早速つけなきゃ。よし、これでよく見えるぞ。右向く、こっちが出口だね。とりあえずまっすぐ進むか。あ、いてて進めないや。右向く。ごめん、ちょっと分からなくなってきたぞ。ごめん、ちょっと地図書きながらでいいですか。地図書きながらでいいですかね。はい、じゃあ入り口に戻ってきました。まず進む道があって、右に道がない、左に道があるんだね。左に道がある。じゃあ真っすぐ進みましょう。進むと一つ部屋があって、1、2、3、左に道があるのね。これも左に道がある。皆さんも一緒にマップを書きながら行きましょう。皆さんも一緒にマップを書きながら行きましょう。進むとまた1個部屋があって、はい、で右に道がない。あ、ここはまっすぐだけですね。まっすぐだけで進みましょう。右に道がない、左にも道がない。うん、まっすぐしか道がないですね。進みましょう。右に道がない、左に道がありますね。よっ、こうなってるのか。ここがもう端っこみたいな感じになってるのかな。端っこでいくつか道がある。じゃあ、左に、あ、違う、あれ待てよ、左に行きましょう。ん、ちょっと待って、あれあれ、ちょっと待って。じゃあここから左に進んで、調べてみましょう。
一個進むと部屋があって、部屋があって、右向きます。右はない。後ろ。で、これが、左側ですね。で、進む道。よし。じゃあもう一個進んでみましょう。右向きます。壁です。お、壁、まっすぐだけですね。まっすぐだけ。で、進みます。右向きます。壁です。ここも一本道ですね。一本道、進みます。壁です。壁で、右壁、左には道がある。お、じゃあ、こっからまた左に進みましょう。進む。右は壁、左には道がある。右向く。で、こちらまっすぐですね。進みましょう。右向く、壁です、左には道がない、一方通行ですね。よいしょ、進みます。右、なし、右もなしと、一方通行。結構規則性があるな。右なし、これが、左に進む方向があるのな。よし、OK。じゃあ左に進みましょう。はい、右向きます。なし、左に道がありますね。左に道がある。はい、じゃあ進みましょう。右なし、左も、壁がないですね。よいしょ、一方通行で、この先進むと、右、右、右、道がないですね。よし、ここでつながったのかな。まっすぐつながりましたね。で、進んで、この右が入り口。戻ってきてしまった。うん、よし、OK。で、今、こう、5×5 の部屋になってて、いくつか内側に入る道があるんですね。4つあるな。よし、じゃあ行きましょうか。右向いて進む。右、もう一回右か。で、こっから左を向きましょう。で、進みます。で、多分左には道がないのかな。左には道がなくて、まっすぐには道がある。まっすぐには道がある。右には道がない。なるほど。じゃあ進みましょうか。よいしょ。あれ、行き止まりだ。行き止まり。これ右には道があるのかな。左には道がないはずですね。で、左に、あ、馬だ。馬、馬いた。なるほど。これ中心に、 5×5 の中心に、今お見せしましょうか。地図、地図こんな風になってます、うん、今いるのがここですね。馬、うん、馬のところにいます。多分中心にあれがあるから、こういう風になると思います。北にネズミ、こちらですね、ウサギ、鳥みたいな風になってるので、今馬なので、馬、ウサギ、鳥の順に行くと土蔵に入れるようになる。なので、ウサギを目指しましょうか。うん、これもう多分、行き方は分かりやすいんじゃないですかね。これ結構螺旋状みたいな感じになってるので、飛ばしますか？このままパパパーと自分で行っちゃって大丈夫ですか？右、進む、右。1、2、3の右向いて、あ、逆だ。1、2、3、左向いて、1、2、3、ここで違う、もう一個進む、もう一個進んで、左、進む、左で、進む、進むで右を向くとウサギ。よし、 OK。 あ、馬調べてねえや。
まず馬を調べなきゃいけないですね。壁に絵が描かれている。あ、これ進むを押さなきゃいけないのか。進む。おや、この壁少し動いたような。そうか、これで壁を少しずつ押していかなきゃいけないんだね。で、ウサギに進む。おや、この壁少し動いたような、はい、左進む、左進む、進むで右を見て鳥。これでいけますよ。あっ、壁が開いた。よし、入ってみよう。これ後継者の印が。壁の奥に部屋があったので。でも一体何のために。なんか祀られてるぞ。これ聞く。何も物音はしない。当たる。部屋の隅には神棚が祀ってある。もう完全に、え、トロマン、嘘つけ、嘘つけ、嘘つけ、これだろう。あっ、これは、神棚の上には黄金に輝く印があった。そのすぐそばには丁寧に折りたたまれた紙が添えられている。トロ、成幸は黄金の印とそばに添えられた紙を手にした。紙切れ。この印を持つ者を怪しろ家の正当なる後継者とみなす。と書かれている。後継者の印というのはこれのことだったんだ。僕が上ごとで言っていたお守りっていう言葉にはこんな秘密があったのか。道理で誰も知らないはずだ。ん？待てよ。僕は今日までお守りの存在すら知らなかった。その僕がどうして上ごとでお守りなんて言うんだ？いや、成幸くん、記憶は戻ったかい？振り向くとそこには見慣れた男が立っていた。顔には生々しい傷跡が。少し気づくのが遅かったようだね。私が弁護士の神田だ。君にはアマチと言った方が分かりやすいかね。あー、やっぱりそうだったのか。神田とアマチは。じゃあ、事の真相を、じゃあ最初から最後まで聞く流れになるのかな。あ、全蔵が、全蔵が殺されちゃったかな。貴様は名探偵の成幸君、どうやら君は私の計画の全てを知ってしまったようだね。遺言書を作る。そう言い出したのが菊にとって運の月さ。私はその日を待っていたんだからね。その時、菊は殺人のヒントまで教えてくれたよ。一服つけなきゃ眠れないってな。幹事も次郎も仕事のことで話があるといえば、どこへでもすぐ来てくれたよ。青酸タバコ、怪しろ家の奴らにはおあつらえ向きの方法だろ。ヤクザから金を借りていたアキラは、借金の肩代わりを申し出ると、喜んで菊のタバコ入れに青酸タバコを忍ばせてくれたよ。おまけに骨董泥棒などというケチな真似をしてくれたおかげで、漢字殺しまで引っかぶってもらった。そのアキラが菊の死体を始末しなきゃまずいと言い出した。二人で菊を海に捨て墓を元に戻しに行った時、後ろから破壊してガツッ、奴の指紋だらけの土蔵の鍵をいただいた。今頃墓の下で社長になった夢でも見ているさ。あれ、時間的に土蔵を、菊を殺した後に土蔵に入って骨董品を盗んだんでしょ。で、売り飛ばしたんだ。隣町の骨董品屋に売り飛ばして、で、アマチと一緒に菊の墓を暴いて海に捨てに行った。で、墓を元に戻しに来た時にガン。あれ、主人公が海に突き落ちられたのいつ。その間か、琴姫盗むまでの間か。菊が死んで探偵として呼ばれて、で
海に落とされる。そして土蔵の鍵を開ける。こんな感じかな。おかげでジロの時も一人で骨を折ったよ。首吊りに見せかけるためにな。私とアキラが会っているのを見てしまったアズサは何か感づいたようだった。そして私をゆすろうとした。余計なことを考えなければよかったものを。お化けに禁煙中とは、あのバカがこんな傷までつけやがって。さて成幸君、お次は君の話だ。ユリを調べているうちすぐに君のことは分かったよ。私の罠にはまってお前はすぐ屋敷へやってきた。ご苦労なことさ。しばらく様子を見ようとしていたものを、アキラのやつがお前を殺そうと崖へ呼び出した。それを知った私がすぐに駆けつけてみると、お前は海に浮かんでいた。あ、結局神田が海から助けてくれたんだね。慌ててお前を海から引き上げ調べてみれば、お守りなんて持ってない。その代わりに火傷の跡は確かめたからね。その最中に息を吹き返したお前は幸か不幸か記憶を失っていた。だから私は一芝居打たなきゃならなくなった。そうか、お前はお守りのことも知らなかったのか。さて、おしゃべりはここまでだ。ここらで消えてもらおうか。俺は綾代家に勝ったんだ。神田の手にナイフが光った。くたばれ。うわー、成幸が懐中電灯を落としたために辺りは暗闇に包まれた。諦めるんだな。うわー、ビシッバキッガス。その時神田に飛びかかった男がいた。え、誰？くそー。男は神田の手をねじり上げ、ナイフをその手から落とした。やがて神田は前蔵の通報で駆けつけた警官に取り押さえられた。あなたは確か、え、誰？宇津木さん？宇津木さんじゃないよね。あ、宇津木事務所の。いたね、サラリーマン風の男。あなたはもしや、え、カズト？カズトか。八塚町で出会ったと気づいていれば。カズトさんですか。そうだ、随分探したよ。元子さんから姉さんの話を聞いたようだね。君に見せたいものがあるんだ。それはユリからカズトに宛てた手紙だった。父高尾の不幸が綴られている。そして最後にこう書かれていた。でも私には成幸がいるわ。二人で強く生きていきます。だけどもし私に何かあったら、その時はお願いカズト、あの子の力になってやってちょうだい。すぐにでも姉さんのところへ行きたかった。でも同じ頃僕の母が病に倒れた。そんなわけで僕が八塚町を訪れたのは5年も後の話なんだ。5年か。そこで初めてあの火事のことを沢子さんから聞いたんだ。法律家を目指す気持ちが変わらないものになったのもその時だ。君を捨て子として育てるという話を聞いた僕は、沢子さんに君を任せた。そして今年やっと念願の司法試験に受かった僕は、大きくなった君に会ってみようと八塚町へ行ったんだ。そこで元子さんから話を聞き、探しているうちに僕は君が探偵として綾代家の調査に向かっていることを知った。不審に思った僕は綾代家にやってきた。そして土蔵の前で倒れていた善蔵さんを見つけ、慌てて中に入ったんだ。本当に危ないところだったね。あ、なんと成幸の刺殺の左胸には神田のナイフによる穴が開いていた。そしてナイフから彼を救ったのは鍵の入ったお守り袋だった。君は今日から綾代家の後継者だ。立派に屋敷を継ぐことが姉さんのためだ。おい君、これは。成幸は黄金の印をカズトに手渡すとこう言った。カズトさん、僕は綾代成幸じゃない、遠山隆夫とユリの息子の成幸です。それに僕にとってもっと大切なものを手に入れました。
失いかけていた過去と、この母さんの写真です。そうだな、高尾のことは誇りに思うと言っていたもんな。いや、めっちゃいい話だった。すごい面白かったね。めっちゃ夢中になっちゃったもんな。1988年のゲームだから27年前のゲームですよ。ユリ、めっちゃ美人じゃん。めっちゃ美人だわ。あれがカズトだったのかさすがに気づかないっすよ。全蔵さんって生きてる？それだけすごい気がかりなんですけど、なんか土蔵のところで倒れていたって言ってたからね、えちょっとアマチに殺されちゃったんじゃないですかね。面白かったね。カン、その後とかないですか？その後のお話的な、これで終わりかな。特に何も始まらないですね。はい、というわけでファミコン探偵クラブプレイ実況10回にわたってお送りしました。いやー面白かったね。うん、いやストーリーすごかったよ。もうなんか本当になんか推理小説みたいな感じだったね。うん、なんかこう一つ謎を解いたらなんかどんどん謎が深まっていって、最後ほんと最後の最後まで、まあ、犯人は分かってたんですけど、最後の最後ぐらいまでもう結構なんかあれなんか謎が残ったまんまっていうところが、うん、すごい面白かったです。はい、一応なんかねファミコンクラブ2、あ、ファミコン探偵クラブ2があるみたいなんですけども、まあそれはいつかやります。うん、また、うん、何か違うゲームやろうかなと思ってるんで、はい、よろしくお願いします。そろそろゼルダやろうかな。ムジラの仮面やろうかなと思ってます。はい、それではまた次回、バイバイ。次回っていうのもおかしいか。メインチャンネルもよろしくお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。